今回は平天のゴーヤ炒めを紹介するよ。山佐のさっちゃん、お料理コーナースタート。まず平天は半分に切り、1センチ幅に切ります。ゴーヤはスプーンで種と綿を取り除き、薄切りします。苦味を抑えるためにゴーヤを軽く茹でます。次にフライパンにサラダ油を入れ熱し、ゴーヤ、平天を入れて炒めます。そこにおろしニンニク、おろし生姜、オイスターソース、醤油、砂糖を入れてさらに炒めます。最後に器に盛り付けて鰹節を散らして出来上がり。今回の料理におすすめの商品はこちら。みんなも作ってみてね。また来週。